プラスチックローラーからアルミローラーに変えるだけでもかっこよくなるね。ということで今回はローラーの検証ということで、フロントは 13mm オールアルミベアリングローラー、ギアには 19mm プラリング付きアルミベアリングローラーをそれぞれつけてみました。それでは単純にどれだけ違いがあったか見ていきましょう。はい、ということでプラスチックローラーとアルミベアリングローラー走り比べたところ、アルミローラーの方が速いというのはまあ当然のことでしょう。それぞれのローラーの違いはというと、アルミローラーの方が強度があるのと、520ボールベアリングが内蔵されていて、回転数を見てもでもそんなもんだったか。よりローラーを回転させたい場合は一旦ステイを外して、ローラーにタイヤを当てて回転させます。ローラーを使う前には鳴らしておくといいでしょう。その他アルミローラーはプラリングタイプとオールアルミタイプ、それとゴムリングタイプがありますが、ゴムリングタイプに関してはフェンスの食いつきが良すぎるためほとんど使う場面はないでしょう。プラリングローラーは抵抗が少なく素早いコーナリングができるのと、オールアルミタイプはエッジが鋭く程よくフェンスへ食いつくので、ローラーセッティングもいろいろ試してみてはいかがでしょうか。はい、本日の動画以上となります。もしこの番組を気に入っていただけた方は、ぜひともグッドボタン、チャンネル登録をよろしくお願いします。はい、以上ミニ四駆マスターでした。